実況は私西岡明彦、解説席には確かなサッカー感が光る福西崇史さんをお迎えしました。 AC ミランがフリーキックから試合再開です。特にイエローは出ないようですね。メッシ、クリスティアーノ・ロナウド、クリスティアーノ・ロナウドのパスミスでしょうか。ソン・フンミン、ティアゴ・アルカンタラ、ムバッペ、チアゴ。試合中盤、ここで先制点が決まりました。嬉しいゴールですね。この得点が試合を大きく動かしそうです。試合が再開されます。ここまではミランの試合巧者ぶりが目立ちます。メッシ、メッシからのパスは通りません。メッシがここに展開しています。ケビン・デブライネ、デブライネ、デブライネが決めた。完璧なフィニッシュです。ムバッペ、ファビアン、セバスティアン・クアテス。これはスローインになりました。いいタックルでしたね。ファビアン、チアゴ、ムバッペ。ここでムバッペ、シュートは枠を捉えていません。この選手がクロースです。リオネル・メッシ、クリスティアーノ・ロナウドが出てきます。トニー・クロース、キングスレイ・コマン、ムバッペ、ブランがボールを持った。リオネル・メッシ、さあここはクリスティアーノ・ロナウド、クロースのパスはカットされました。ソン・フンミン、ムバッペ、ボールを回しますがなかなか崩れません。鮮やかなインターセプト、コースを予測していたんでしょうか。前半終了して1対1、両チーム1得点で折り返します。同点のまま後半戦のキックオフ、リードを奪うのはどちらのチームでしょうか。ファビアン、チアゴ、ムバッペ、キングスレイ・コマン。パリ・サンジェルマンがボールを失いました。パスをカット、いい読みでした。リオネル・メッシ、止めない。レフリーメッシへのファールを止めません。フリーキックをゴールに結びつけることはできず、ですがセットプレーはチャンスになりそうですね。ムバッペ、クリスティアーノ・ロナウド、クリスティアーノ・ロナウド。ミランからのスローインでゲームが再開されます。チアゴ、ソン・フンミン、ムバッペ、キングスレイ・コマン。
ダイレクトボレー、このシュートを弾いた。ジョルディ・アルバ、カゼミーロが決めた。いやー、やりましたね。キックオフです。ミランはとにかく攻めなくてはいけません。キングスレイ・コマン、パリ・サンジェルマン、パスをつなげない。クリスティアーノ・ロナウド、カードは出ません。注意にとどめます。助かりましたね。場合によっては今のがカードになることもありますからね。スコアは2対1。試合終了のホイッスルが吹かれました。今日の試合、チームは僅差で勝利を収めました。福西さん、緊張感のある試合でしたね。はい、最後まで気を抜けない試合になりました。この勝利は大きいですね。